はい、皆さんこんばんは。鉄道総合館です。本日も毎度おなじみ JR 常磐線の常陸の牛久駅に来ております。今4番線には10時9分発快速水戸行きの電車が特急電車の通過待ちで停車をしております。そしてこの後2番線に来ます電車は10時9分発の常磐線特別快速の品川行きです。15両編成の長い編成で参ります。特別快速はダイヤ改正、昨年ですかね、ダイヤ改正から1日2往復だけになっておりまして、午前中は上り電車2本で、午後に下り電車が2本、合計2往復、4本だけという感じになっております。なので特別快速という種別自体がすごくレアなんですよね。レアとレアの組み合わせって絶対すごいと思います。さあ何が起きるのでしょうか。ちょっとこの10時9分の品川行きにちょっとレアな車両が充当されるという話がありますので、しっかり見ていきたいと思います。では本日もよろしくお願いします。ちょっとね、何があったのかちょっと分かんないんですけど、この10時12分発の水戸行きの電車、これ特急電車待ってるんですけど、なんか通過する予定の特急電車が3分ほど遅れてるみたいですね。なのでもしかしたら12分に発車できないかもしれません。まだ藤代のあたりを走ってるみたいです。ちなみに上りのこの10時9分の特別快速は、定刻通りの運転でした。ちょっと何があったかわかんないんですけど、もうすぐ来ると思います。まあ1日2往復とはいえ結構お出かけに便利な時間帯に運転はされております。すごいですね。1日2本しかないのに赤い電車が。
通過します。天皇台我孫子ご利用のお客様、それから快速上野行き、降りた向かい側の4番線から10時27分の発車です。この電車は上野東京ライン東海道線直通特別快速品川行きです。停車駅は柏、松戸、北千住、日暮里、上野、東京、新橋、品川です。次は柏です。この電車には優先席があります。優先席を必要とされるお客様がいらっしゃいましたら、いつもお譲りください。お客様のご協力をお願いします。
はい、ということで1日2往復だけの特別快速の品川行きの赤電いかがだったでしょうか。この動画が役に立ったらいいなと思った方、チャンネル登録、高評価、コメント、ツイッターフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。まだ駅線立ち入り禁止なんですね。くださいましてありがとうございました。 Thank you for traveling with us and we look forward to serving you again. 扉が閉まります。駆け込み乗車はおやすみください。